ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文孝です。高齢者を光り輝く高齢者にするためになるための情報をですね、配信しております。起爆剤情報と言っております。今日は2023年11月の6日月曜日です。今日はこのこれは人生にもっと笑いをとね、人生にもっと感動をシリーズの第1弾は綾小路きみものさんで行ってみたいと思います。失敗は顔だけで十分です。綾小路きみものさん爆笑ネタ110連発というんでね、ネタをダーッと読んでいきますので、そうですね、金丸さんのことがよく分かっている方は内容が分かるんですが、あまり知らない方は何のことやと分からない点が出てくるかも分かりませんが、行ってみたいと思います。写真は2000円です。握手が900円です。サイン色紙が500円、キスが300円、妊娠が200円。よくいじめられました。小学中学、高校、大学、大学院ではそうでもありませんでした。これがね、木村さんのことを分かっているとよく分かるんですが、続いてまいります。私の友達でバカな親父がいて、ファックスでノリを送ったやつがいます。今38歳です。見えないですか？10円玉を拾おうとして腰痛を再発しました。私はハーフなんです。父が痛風で母が糖尿です。私には主治医がおりますけれども、獣医です。非常に面白いですよね。東京の世田谷区にある自宅を元女優だった妻に見送られて、世の中は不景気でございます。私の友人なんか私と同じ仕事をしていますが、夜は泥棒をやっております。私ってバカなんでしょうか？道に迷ったタヌキみたいな顔をしておりますが、あなたと同じ人間です。元ファッションモデルの綾小路きみものと申します。まあ爆笑ネタ80連発ですから、これきみものさんのまあネタなんですね。これ全部ね、ネタをまあ棒読みに読んでおりますが、まあ、こういうネタはあちこちで、散りばめて、きみものさんは漫談を行っております。今日はまあここまでとして、おいおい慣れていただけながらですね、またこの続きの爆笑ネタをやってみたいと思っております。まあ人生は笑ってなんぼですかね。笑えばこのその中に高齢者になる秘訣がありますね。まあ笑えば元気になりますよ。ストレスも飛ばしますよ。病気だって吹っ飛ばしますよね。私もこれ読みながらですね、笑ってますからね、一日もう必然的に笑えるんですね。これがいいですね。笑って笑って笑って高齢者に、ごきげんよう。